ヒルトン広島開業です。どうぞ。おとといグランドオープンしたヒルトン広島、記念の式典ではこの人もコメントを寄せました。来年5月に予定されている G7 サミットの開催地であり、今後さらに世界各国からの来訪者の増加が期待されています。豊かな交流と安らぎの場を新たに提供していただくものと期待をしております。 G7 広島サミットを来年5月に控える中での開業、最大1000人を収容できる会議室などを兼ね備え、世界の要人が宿泊する可能性もあります。会場の絨毯なんですが、ご覧のようにもみじが描かれるなど、非常に広島を象徴したデザインとなっています。スイートルームは全16室でおよそ6万7000円から。特に最上階22階は世界のセレブ御用達の最上級のグレードです。ベッドルームの隣にあるこちらの空間は何があるのかなと思ったんですが、会議を開くような広々としたスペースになっています。今月から外国人観光客の水際対策が緩和され、国内でも全国旅行支援が始まった中で、政界と財界は観光需要の V 字回復につなげようと強い期待を寄せています。キーワードは通貨型の日帰り観光地からの脱却です。広島においては、この特に富裕層の方々をお迎えするホテルが足りないと言われておったところですね、このヒルトン広島がこのようなですね、素晴らしい施設として完成をしたと。滞在型の観光が増えるということでですね、広島の観光振興、消費活性化に大いに貢献していただけるものだと思っております。来年5月の G7 広島サミットにおきましてはですね、ヒルトン広島にはですね、ランドマークとしまして、広島をアピールするですね、一翼を担っていただくことを期待しております。一方、ヒルトン側はサミットと観光向けだけでなく、地元の人にも利用してもらえるホテルを目指そうとしています。So we want to actually bring the omotenashi to Hiroshima and show the warm hospitality which Hilton is providing to the guests, only not only international guests, also local guests, and we want to become the place for the Chugoku region to come, enjoy, unwind, and hopefully stay and relax with us. 大きな注目を集め、グランドオープンしたヒルトン広島。新しいもてなしの拠点として、宿泊旅行客を増やす起爆剤となるのでしょうか。